about, Justin, it's not an excuse. We don't make excuses when we win. We don't make them when we lose. But we got to be realistic about what's going on. No team has had injuries like we have. Keep fighting. Stay together, man. Don't let this break us. Don't let this define us. You didn't do good today, right? We agree? Some guys just don't care. Like we said, like we cannot imagine, okay, that we play without the age. 全員勝てるって信じてたし、ザチームというか。今選ばれてるメンバーの中にシュートが入っても劣ってるとは全然思わないし。ね、キャプテンがそういう風に見てくれてるんだっていうのは本当にこう自信にもつながったし。訴えかけるものがあって向こうからそれなんか悟ったっつうか。もう出ないっていう選択肢が海外にはない。プライドをなんかすごく感じましたね。You know, just to be confident. You know, I think he's a really talented player. Physically, very, you know, more athletic than most guys in the league. And sometimes I think he forgets that or doesn't realize. So I just want him to be aggressive. And, you know, you've seen it lately with some of the dunks he's had, and he's more aggressive shooting. So really just be aggressive and be confident in himself. まあ、今シーズンシュート入ってないってところで、まあ、僕のところからオーバーヘルプ、まあ、ヘルプが起こって僕のところがこうノーマークになってる時にもっと自信持ってシュート打たないとやっぱうまくいいこと潤滑にバスケットができないところでもっと自信持ってシュート打たなきゃいけないっていうところで、まあ、代表でもそういうところをもっともっと自信持ってやっていけるようにやっていこうっていう。まあその時は軽症であってほしいなっていう心境でした。でまあ診断結果はまあ肉離れ。Can make like best example, like really impressive like story, like for the in our business, like a basketball player, you know, become like practice player. Okay, then he signed the contract with the team, and then he starts to be in the starting five and playing the game.
He knew that we struggling with our rotation and he helped us a lot. Like we said, like we cannot imagine, okay, that we play without the H. Okay, because it's the practices, all his effort, his attitude in the practices, it's in the games, okay, helps us to grow up like a team.渋谷戦など2試合目の前半の終わりの途中で急にも激痛が走って、多分疲労が溜まってたかこう引っ張られてたかみたいなんですけど、それで急にって感じですね。DeNA みたいに俺らに常にそのはい、I think it's a lot of challenges. It was like very challenging in the second part of the season. ベンチプレーヤーっていう選手たちは自分が何分出るかわからない状況でいつもベンチで呼ばれるのを待っているっていう立場で、その中でこう常に準備をしているし、スターターたちと同じようにあのメインの選手たちを研究して常にいつでも出れる準備をしていて、彼らが努力したものがこう結果として出ることっていうのは、うん、それ以上幸せなことはないのかなって。ライアンもいないし、モサもいなかったし、ここで自分が抜けちゃうとチームにやっぱダメージが大きすぎるなと思ったんで、無理をしてでも強行突破してこう出たかったんですけど、まあ、トレーナー陣と、まあ、今ここで無理しても CS に出られないかもしれないし、先のことを考えると今休んだ方がいいっていうので、まあ、チームに申し訳ないなっていう気持ちもありながら、まあ、その試合でちょっと休ませてもらって、そこはもうそのアジャストでザックさんと一番ザックさんといる羽目になるから、ちょっとジャスティンの負担を減らすためにちょっと助けたって。また次のゲームすぐ来るんだよ。もちろん難しいゲームになる。簡単にはならない。難しい。疲れも来ると思う。でもここを超えていかないといけない。頭下げんなよ。頭下げんな。それ見たくないぞ。後ろに。後ろに俺らを支えてくれてる人は頭を下げた俺らの姿を見たくないぞ。Hey, both like really good fight in the second half, okay, like in some moments, it was very good fight. That's what we need. Let's go. Tokyo, Ichisa. Tokyo.多分周りの人はもう連敗もしてて勝てないだろうっていう多分見方だったと思うんですけど、僕たち多分全員勝てるって信じてたし、全員がこう盛り上がってる姿でこう自分自身の鳥肌立つ部分っていうのも結構あったんで、なんか本当一つになったなっていう感覚はありました。
coach to see like everyone playing like, I don't want to say in the limits, but playing like their best basketball and like everyone making that. That was like really special atmosphere, and the game was atmosphere unbelievable. でまあ、岩出さんがあの試合前にそうやってアタックしてフローター行くぐらいだったらもうダンク行ってファウルもらった方が絶対いいからみたいな教えをあのしっかり守って、まあ、ダンクではなかったですけど、まあ、それが多分バスカにもつながったし、そこでなんかこう自分の中のトーンセットっていうかできたと思います。あのシーズンで一番良かった試合じゃないかなと思ってる。続けるじゃん。東京一位さ。東京。僕だけじゃなくて、例えば多くの時間を使ってワークアウトしてくれるコーチだったりとか、あのウェイト見てくれるトレーナーだったりとか、ケアしてくれたりとか、まあ、今いるコーチだけじゃないし、過去に所属してたコーチとかもそうですけど、みんながこう自分が出た時に良くなるために一緒に働いてきてくれたから、まあ、それは無駄にできないし、まあ、しっかり切り替えて、グッチョッケー、お疲れ、しっかり切り替えて、また準備していきたいと思います。その時ちょっとやっぱ連敗が続いてて、まあ、チームの雰囲気があまり良くないということで、そのチームのミーティングをさせてもらったんですけど、
その時に、まあ、最後大輝さんが、まあ、自分含め長、吉にはやっぱり CS で自分たちの力を発揮してほしいし、なんで自分たちが代表にいないんだっていうのを見せつけてほしいっていうふうには言ってくれて、やっぱり代表に入ってないわけなんで、今呼ばれてもやっぱりその最後まで残ってないっていう状況なんで、それをね、絶対いいと思っちゃダメだし、今選ばれてるメンバーの中にシュートが入っても劣ってるとは思わないし、だからそれをこうもう一回アピールして奪いに行くぐらいのやっぱりそういう気持ちでやってほしいっていうようなことを話しましたし、まあ、本当大輝にとってすごい苦しいシーズンだったと思うし、こんなに大輝が抜けることも、大学からずっと一緒にやっててなかった中で、まあ多分本人もずっとチームのために何ができるかは考えてやってたと思うし、まあ、その選手だけでミーティングした時に、まあ、本当にすごいみんなにプレーできない代わりに言葉でみんなをなんか後押しするじゃないけど、本当に、まあ、本人はもう多分出れないのが分かってた中で、あとは託したぞとはそんな、なんかストレートに言ってないけど、お前らならやれるとか、なんかすごいみんなのモチベーションを上げるようなことも言ってくれてたし、あんまり言葉では語らない男だから、なんかよりみんなに響くものがあったのかなと思いました。味方だからとか敵だからとかっていうのを抜きにして、一人の選手として自分が客観的にシュートを見た時に、うちに来る前とかもそうでしたけど、やっぱりこう元々持ってるものは高いし、力発揮する時は力発揮するっていうような選手だと思うんですけど、でもじゃあチームを上の方まで引っ張っていく力だったりとか、大事なところで自分がこうチームをこうプレーで引っ張るだとかっていう風なところが、まあ、正直こう当時見ていた時にはまだその力がないなと思ってたんで、まあ、性格も多分優しいと思うし、プレーにもどっかそれが出てる感じもして、まあ、彼自身も多分もう一つこう上のステップに行くためにはっていうことをいろいろ考えてやってると思うんですけど、それがこう今年ちょっと見えてきてるんじゃないかなと思うし、やっぱりああやって自分がいるいない関係なく、まあ、きっかけはそうだったのかもしれないですけど、やっぱりいい目をしてバスケットしてると思うし、もともとそれがやれる力があるんだから、それをこうどん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 出していってほしいなと思うし、ね、キャプテンがそういう風に見てくれてるんだっていうのは本当にこう自信にもつながったし、まあ、だからこそ多分その次の試合名古屋戦ではすごい気合も入ってたし、まあ、フルスっていうのもありましたけど、まあ、そこでいいパフォーマンスもできたんですけど、まあ、本当にあの時の言葉があったから、自分自身としてこうより一層また自信を取り戻せたっていうか、やるべきことを自分自身の中でちゃんとやらないといけないなっていうのはこう意思がしっかり固まったかなと思います。本人の感じからするとやっぱり出ちゃうのかなっていうのはずっと思ってますし、最後勝ちたかったと思うし、彼もでちょっとこう涙も出たから、アレックスも。僕とアレックスミーティングの後にこう配達するじゃないですか、はい、あの時に何かこう訴えかけるものがあって、向こうからそれなんか悟ったっつうか、大事な人っていうかがこうチームを離れるみたいなことを言ってたら、それはなんかちょっと感情的になっちゃうんですよね。
他の人間が抜けるのと自分が抜けるのはやっぱりこう責任の度合いが違うと思うし、まあ、本来絶対コートに立って、まあ、プレーしていなきゃいけない立場なのにやっぱりこうやって最後も戦えないのは、まあ、本当に情けないと思うんですけど、それでもやっぱり残ったメンバーが昨年悔しい思いをした分をしっかり今日ぶつけてくれると思うし、ちょうど4月ぐらいでなんか時止まんねえかなと思ってずっと本当になんか今年のチームは毎年そうだけどこういいチームいい人間感じがあるからなんか終わりたくないなっていう気持ちはあります。最後の試合っていうのは本当にこのメンバーでできるのも最後かもしれないし、去年あんだけ悔しい負け方をしてるし、今年は本当に去年以上の気合を入れて島根に臨みたいなと思います。試合にかけてるから、まあ、止めないでくれっていうところを強く言われまして、まあ、あのコーチたちもあのゲーム1に全てをっていうふうに言ってたんで、まあ、そこはもうあの本来であればあのストップさせるべき、状態ではあったんですけれども、まあ、もう全員がリスクを承知して彼をプッシュしようっていうことになりました。I mean, yeah, it felt great going into that weekend, finished the season feeling really good mentally, physically, and you know, in the first quarter I kind of felt a little pull and tried to hope everything was okay and got it taped up at halftime and tried to put it out of my mind. And then in the start of the fourth, obviously, kind of had the bad one, but still thought, you know, I could give a little more and hopefully win this game and we'll figure it out tomorrow.So it was really just about the team and, you know, wanting to be there for them and try to fight for them. And, you know, unfortunately couldn't get the job done on Friday. Tomorrow. まあ、家庭が出てる分いろんなこう、まあ、不安だったりとかプレッシャーだったりとかやっぱりこう重くなんかいろいろ考えてるよなっていう表情も、まあ、見受けられたりしたんで、まあ、だからこそこの間選手で集まって話もしたし、まあ、変にねあの気負いすぎずにここでプレーできるってことはすごくチャンスなことでもあるし、選手としてのその価値を高める場だとも思ってるんで、全然ミスを恐れずに本当自分が持ってるものを全てぶつけてほしいなと思うし、試合直前でも思い切ってやれよみたいなとか、あれだけ日本のトップでやってて、そういう選手からそう言ってもらえるだけで、まあ、全然その気負いというか、まあ、リラックスできましたし、毎試合毎試合が印象というか、こう自分の中ではこうなんか存在が大きいなというのがありました。試合がない時とか練習の時とかそういう部分で個人的にもこうポイントガードのアキさんだったりとか、ジャスティンのところだったりとか、これは本当にアドバイスももらいましたし、本当に心強い存在だったと思います。まあ、ザ・チームというかチームがまとまってこう
怪我人で出れない選手たちもみんなに声をかけて、本当にまとまった試合かなって思います。You know, like me, like a coach, I'm really happy, you know, for you. I'm really happy for you, you know. That you first you believe, okay, and you play with this energy and this confidence. Like yesterday. But from another side, what you can be happy about, you know. This is only one game, eh? Tomorrow is another. And I believe that we can play much better. We can play much better, you know. Some things, okay, we can make better, you know, things. But just this energy, this confidence needs to be the same level, guys. Okay? Let's go. That's been my attitude always, you know. If you're able to play, you're able to play, you know. At this point of the season, you know, as long as things aren't going to get worse, you got to give it a go. And, you know, for me, it was just an ankle, you know, so it wasn't, you know, too much or, you know, too much risk or anything like that. もう出ないっていう選択肢は海外にはない。もう痛いのは当然だから、その状態でも俺は戦えるっていうのが、ライアンもそうですし、アレックスもそうですし、パフォーマンスが悪くて逆に、チームに悪い影響を与えてしまったりとか、いろんなことが想定される中で、やはり美談にはできないですけれども、彼らの強い気持ちっていうのがそれを可能にしたような事例だったかなというふうに思います。あの時正直もうシュートは外す気しなかったし、外れる気もしなかったし、自分が今やっぱ点数を取らないと勝てないっていうのはもう目に見えてたので、しっかり気持ちを切り替えられたことで、ああいう第2戦第3戦の結果がついてきたのかなと思いますね。チームを背負ってきた、もちろんアレックスもそうですし、ベンチから見てるときにプライドをなんかすごく感じました。後にも確認して、俺ファールアウトしてもいいよねこの状況って、財布使っていいよねそれ、2人とも、もう自分が使うしかないと思うから使ってって言ってくれたから、一番ビューフォードにとって気持ちいい、やりたいことだろうなと思って絶対それだけはやらせたい。
りで見てる人たちが、なんか今までと違うなっていう風なこう印象を絶対持ったと思うんで、まあ、それがある意味自分もね、まあ、一人のチームメイトとして求めてたものだと思うし、やっぱその姿が見れたのは嬉しかったし、やっぱ結果もそうやってついてきたわけだから、その試合に関しては頼もしいなと、はい、見てて、はい、思ってましたね。Mostly I was tend to enjoy, you know, because we didn't know if it was going to be his last games or not. And, you know, after a long career that he had over here, you know, I still enjoy these games. You know, you've been having a hard year, and just, you know, have fun and do your best out there because you're a great player. なんかやっぱり今年はやりきったなっていうのがなんか一番だったかなって、自分自身のクォーターファイナルを超えれなかった部分がこのチームで超えられてすごい嬉しかったし、まあ最後アレックスと、まあ、いつもの挨拶のルーティンをした時に、まあ、アレックスもお疲れ様っていう風に言ってくれたし、よく頑張ったねっていう風にアレックスの口からも言ってくれたので、まあ、本当にそれを聞いた時にもう胸張って帰ろうと思ったし、まあ、最後にやっぱあそこの舞台で応援してくれたファンに、まあ、しっかりと挨拶をしてから裏に下がろうと思ったんで、まあ、本当にやりきったなと思いました。Everything was the last game, you know. 最後のゲームでこのシーズンの評価されてるっていうのじゃない。Long period, you know. 本当に長い間。It's like 10 long 10 months. 長い10ヶ月。You know? I just want to say from my side. コーチのサイドからは、brother, thank you for your effort. エフォートしっかり頑張ってくれた。本当にいい仕事してくれた。All these difficulties what we have during the season, you know. To get here on top four, you know, is a huge your job, man.Thank you. Good job.
東京一三東京。東京すべてのメンバーが本当に自分の仕事に責任を持ってプライドを持って取り組んでて、その姿にすごく自分は刺激を受けてましたし、どの時間朝早く夜遅く大会行っても必ず誰かが自分の仕事をこなしていて、なんといってもやっぱりアドマイティスヘッドコーチの言葉から発せられるポジティブな雰囲気というかバイブスがチームに浸透しているなというのをすごく感じていて心地よかったです。チーム全員誰が抜けたとしても、まあ、みんな言うんですけど言い訳しないで戦って勝ち星をこう積み上げられたというのはすごく大きいんじゃないかなというふうには思います。琉球戦の田中亮の涙だったり、森高博が初めてヘッドコーチ代行をやって勝利した時とか、裏で支えてるっていうか、僕たちのためにいろいろ練習とかワークアウトとかいろいろスカウティングもそうですし、人たちがそういう思いが形になるっていうかを見てすごい嬉しかったですし、怪我人多い中で試合勝ち切って、佐藤トレーナー、ひろきが泣いたりとか、まあみんないじったりはしたけど、やっぱそういうところを見ると本当にみんなで戦ってて本当にいいチームだなっていう、そういう場面でより感じたシーズンでした。Thank you, Hime, and wish you the best. ありました。短い間でしたが、本当にありがとうございました。皆さんと会えることを楽しみにしています。本当に短い間でした。ありがとうございました。シーズンとても幸せでした。応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。今日はシーズンな、6シーズンの間、応援して、ありがとうございました。ゼリーなアルバルコファミリースタッフ、選手、コーチ、フロントオフィス、みんなファン、本当にありがとうございました。まあ、本当に1年でも一緒に誰かとやってれば、ブラザーっていうか一緒の仲間だと思ってますし、アレックスの場合6年一緒にやって、もう本当にビッグブラザーっていうか、まあ、すごい日本好きで、まあ、勉強家っていうか、かわいいでっかいクマさんだなみたいな俺本人には絶対そんなことは言わないけど、まあ毎年この季節の別れは辛いものはありますね。まあ、それ日本人選手、外国人籍選手に限らず、みんながやっぱりそういうふうなことをやらないといけないっていう、こう雰囲気というか文化というか、そういうのを作ってくれた一人だと思うし、あとやっぱり結果ももちろん出してこのチームに2つのチャンピオンシップをもたらしているわけなので、まあ本当にいろんなことをこのクラブにもたらしてくれたんじゃないかなと思います。例えばファン のみんなにへの対応だったりとか、ああやって例えばじゃあ子どもたちと何かこうイベントやったりとか、そういうのも積極的にやっぱやつだと思うし、クラブのためにっていうことを考えればすごく貢献してくれた選手なのは間違いないです。それこそ田中君のピックアンドロールは最強だったなって、あれがなきゃ2連覇はないと思うぐらい、本当にアレックスのスクリーンもいいし、大輝もピックで自分でも点取れるし、アレックスのそれこそピックアンドポップでシュートなのか、ロールからアリウープ出して豪快にダンクして会場盛り上げたいとか、もう本当オプションが何個もある、止められないプレーが本当田中アクだったな。本当リーグ全体があれをどう守るかとか、どんな選手を連れてきたらあれをできるかとかを多分イメージしていろいろリーグ変えた二人なのかもしれないのかなと。いや、田中アクは最強。特別ねお互いなんか意識してやってたわけじゃなくて、やっぱあの時ルカが来て、まあずっとね優勝に向けて、例えば長い時間かけてルカのことを戦術をこうチームに落とし込むために本当にみんなずっとハードに練習してたし、なんだろう、一緒にやってたからこそ、そういう積み重ねがやっぱりそうやって試合でも
出たのかなと思うし、2人でずっと積み上げてきたものは大きいのかなと思うし、やっぱ自分も信頼してるし、アレックスも信頼してくれてると思うし、まあ、そこはいい関係でずっとやれてたのかなと思います。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。That's, you know, when you are coaching or playing for organization like Alvar, you know, goals needs to be biggest. That's how it is. And I think most important that everyone needs to do everything on the maximum, maximum concentration, maximum effort. So this mentality needs to be from the day one, okay? And then every time you will see in the end of the season where you're gonna finish, you know? But I think it's most important, you know, to have like very good like team chemistry atmosphere in the team because season is long. まあ、その自分の中で悪かったところをしっかりとフィードバックしないといけないし、まあ、コーチ陣ともシーズン終わってから自分のエリアのシュート確率とかどういった時の確率が下がってるっていうのは、まあ、いろいろフィードバックしてもらって、まあ、自分の中でやっぱそこの確率を上げないといけないし、この夏しっかり準備して次のシーズン開幕に向けていい準備ができたらなと思います。1, 2, 3!